AK-230 はソビエト連邦の関西機関砲システム。3 0ト、mm、ル口径のリボルバーカノンを遠隔操作の連装砲塔に搭載した前自動システムであり、主要用途は航空機に対する対空防御である。密閉された自動操作の銃座に搭載され、レーダーにより完成される。AK-230 は大型艦から 小型艇まで多くの艦艇に搭載され、約1450機がソ連で生産された。中国でもコピーされ、およそ300機が69式の名称で生産された。1970年代以降は、改良型ともいえる AK-630 へ生産が移行している。レーダーこそ搭載していないが、東側諸国での いわゆる CIWS 的役割を果たしている。AK-230 の開発は1950年代に始められ、最初の試作品が大阪型ミサイル艇やシェルシェン型魚雷艇に搭載された。AK-230 は1969年より、正式に運用が開始された。AK-230 は、スタビライズされた2門の水冷式で4つの薬室を持つ。 リボルバー式 30mm 機関砲 NN-30 から構成されている。機関砲はリベット止めされた鉄鋼製砲塔内に設置されている。機関砲はそれぞれ 155kg の重さがあり、砲身長は 1930mm、全長 2670mm ある。砲は毎分1000発の発射速度があり、弾薬は500発ごとに独立している。 ベルト球団により供給される。最大射程は約 6.7km あるが、航空目標に対する有効射程は 2.5km から 4km の間と伝えられている。通常遠隔操作され、ドラムティルト、またはマフコブ深き完成レーダーシステムと連接している。AK-230 用に電気着火式の 30mm 砲弾30。 X210 メートル MB が開発された。着発新艦、および鉄鋼弾が開発された。中国の69式は国産の榴弾のみ運用している。弾薬はルーマニアおよびセルビアにおいても生産された。現在運用中および過去に運用した国および機関の一覧ポーランド海軍、ボドニク搭載の AK-230 後部。ありがとうございます。